セイコーマチック6216の9線の自動巻き。今回ご紹介するのはセイコーの自動巻き時計セイコーマチックです。セイコーの薄型普及機ライナーをベースに開発され、セイコーの主力製品として多くのラインナップが展開された人気コレクション。本品は上位機種であるセイコーマチッククロノメーターや62グランドセイコーへの布石となった39石モデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、バーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、3時1にデイデイと表示、ハック秒針停止機能がついた実用性に優れた仕様です。 SS ケースはリューズ収納型のスタイリッシュなラウンドホリュー。裏蓋には後期型を表すメダルタイプのイルカの刻印が見られます。ベルトは社外製のジュビリーブレスを装着、操作も容易ですのでアンティーク入門者の方にもおすすめの一品です。セイコー。セイコーは創業よりこれまで数々の革新的な商品の開発とともに、オリンピックなどの国際スポーツイベントを通して時と時計の文化や産業の発展に貢献してきました。創業から100年以上もの歴史を刻み続ける日本が世界に誇る時計ブランドです。操作方法、右サイド4時方向にあるつまみがリューズです。手巻き機能はありません。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で十分に振り、ローターの音がします。針が動いていることを確認してご使用ください。リューズを1段引いて回すとデイトがチェンジします。2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能付きです。曜日は針を回して調整します。サイズ、ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 35mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 41mm、 厚さ約 12mm、 風防を含む腕曲がり最大 19.5cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。